今回は、FF6 のイベントの今日プラスプラスやっていきたいと思います。で、メンバーはこんな感じで、基本的にはセリスとティナで削っていく形かな。で、まあ、セッツァーのバフがかなり重要、バフじゃない、デバフがかなりポイントかなと。で、フレンドさんはチャンポさん、玉ねぎバーストをお借りします。と、玉ねぎバーストはティナで入れたいと思います。はい、いろいろ厄介なんだよね。弱点の時に打てっていうね、特性攻撃を。まあこれに関してはどうだろうな。表の敵は苦手なんだよね、毎回。ほんと勝てないな。マジでか、終わっちゃった。ちょっとミスだな。で、毒なの。2回ずつぐらい入るようにしていこうと思ったんだけど、もう1回ロックを入れたい。タイミングだったね。あれ、今何回ボールしてるって。次で3回目だよね。次が炎。
な、これが。これが3回目。ちゃんと数えないとね、ほんと、わかんなくなっちゃうんだよね。で、次が、6だよね。なんで、セッツは必殺技行こうか。そろそろ多分行っても大丈夫。6回出てほしい。 1 マジか、最大6回だもんね。うわ、じゃあ普通にね、ここに来たらば。あ、1回こう。よし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 、いけるぞいけるぞ。よし、いけたんじゃないかな。もう一回いこう。1、2、3、4、5、6、 OK。 耐えれる耐えれる、大丈夫、耐えれるよ、みんな耐えれるよ。 OK。ギリだね。いやー、ここはしんどかったね。何回やり直そう。10回ぐらい。いや、きつい。いや、6のね、やっぱ6の装備がね、本当にないのが、やっぱネックだ。次も結構きつそうだよね。ここも結構きつそうなんでな。はい。よし、じゃあ次もやっていこうかな。はい、じゃあ今回終わりたいと思います。バイバイ。